ノートパソコンを利用したウェブ会議は Zoom は Zoom ビデオコミュニケーションズが提供するクラウドコンピューティングを使用したウェブ会議サービスの名称である。Zoom サービス内にミーティングルームを開設し、ミーティング ID やパスワードを共有するユーザー同士でタッチ点と同時にウェブ会議を行うことができる。2020年11月25日現在の対応言語。この一覧は、 アプリケーションの表示に対応している言語である。電話での会話はどんな言語でも相手が理解してくれれば通話可能である。当初、ズームは最大15人の参加者でのビデオ会議をする機能を備えていた。2013年1月25日に製品はすべてのビデオ会議で最大25人の参加者が参加できるように改善された。 ソフトウェアのバージョン2.5ではさらに拡張され、1回のビデオ会議で最大100人の参加ができるようになった。同社はその後最大500人が参加するビデオ会議の機能も提供できるようサービスを拡大した。Zoom のプレゼンテーションコンテンツの暗号化は、クライアント側のアドバンストエンクリプションスタンダード256ビットアルゴリズムに依存している。 2015年10月の時点で25人だったビデオ会議の参加者の制限は100人に増えた。2015年から2016年半ばにかけて、Zoom ビデオコミュニケーションズは、スカイプフォービジネスのネイティブサポートと、スラックとの統合を発表した。当初、ウォルト・モスバーグのような初期の採用者は、より多くの利用者がプールに参加することで、Zoom の品質が低下することを懸念していた。 2012年、ズームはサービスを使用しているのは約1000人のみという状態だった。モスバーグによると数百万人がそれを使用すると速度と品質が低下する可能性があったという。ザ・ウォール・ストリート・ジャーナルでのレビューで彼はスカイプや Google h ハングアウトに代わるズームは魅力的な選択肢だと指摘した。このプレリリース期間中、たまたま スモールビジネステクノロジーのエヴァンジェリスト、ラモン・レイは Zoom を使用する機会を得、その経験を発表した。スモール・アルビズ・テクノロジーでステファニー・ファリスが、レイの経験を取り上げて、ラモンはビデオ会議で遠隔地にいる人の一人がスクリーンを共有できたことにも感銘を受けたと述べた。このトライアル会議は、彼と Zoom の製品マーケティング責任者である、ニック・チョンとの間で行われた。 2013年10月3日に、ギークマガジンは、アンドロイド用のフェイスタイムに変わるものとして、ズームのサービスを含め紹介し、ズームは、プロの会議用に構築されたが、個人的な活動にも本当に使いやすいと述べた。女性向けエンターテインメントウェブサイトのシュンロスは、ズームは、若い企業が大規模で定評のある企業のために通常、確保されているレベルのコミュニケーションを達成するのに、 役立つと語った。インファーメーションウィークの社説で、ニティンプラダンは、1年ズームを使用した結果、ズームは、たとえそれが重要な会議であっても、自分の電子メールや電話に代わる、即断即決の通信チャンネルになったと語っている。アズール、AWS に加えて、オラクルクラウドを利用している。ナイジェリア2020年、ナイジェリアでは、 新型コロナウイルスの感染が拡大する中、ズームを使用した裁判が始められた。被告はズームを通じて出廷し、弁護側も検察側もズーム経由で弁論を行った。2020年5月4日には、ズーム裁判で初めて公式刑による死刑判決があった。シンガポール2020年5月23日の CNN の報道によると、シンガポールの最高裁判所は、 ズームを使用したリモート裁判において、麻薬密輸犯に対して死刑判決を言い渡した。ありがとうございます。